久しぶりじゃな、ジライアちゃん。突然お呼び出しして申し訳ありませんの。頭にどうか少しの間お力添えを。この茶苦甘く見てはいけないよ。なる。それよりも見てみ、あの目を。バカな。さあ来い先生。どうやら何かネタがありそうですな。ジライアちゃんよ、俺は少し様子を見ながら戦った方がよ。ええ、分かっとります。喜べ。神自らが痛みを与えてやる。ちっと本気を出してみますかの。リンニガンを一気に3人相手にするのは危険じゃぞ。え、まずは安全な場所に移動し様子を見ます。任務開始。あいつら見た目は違うが全員がつまり全て陸道のリンニガンということに。あの目を持つ者がそうそういるとは。こそこそ逃げ回るとは。あんたらどうせ袋のネズミだ。せいぜいあがくがいい。待て、ジライアちゃん。試してみる価値はありそうですな。相手はリンニガン。油断は禁物じゃぞ。すみませぬ、ペインに見つかった。しかし妙じゃ、他の二人まで動き出すと。あげん、ガマリン。なぜリンネガンを持つ者が三人もいる。あんたに教える義理はない。どうやら力ずくで聞くしかないようだの。ヤシコはどうした。ああ、いたな、そんなやつ。とっくに死んだよ、そんなやつは。長門、お前一体何があった。昔。何も、ただ戦いだけだ。何を言っている。人は愚かで幼い。痛みを伴う教育。もはや言葉は届かんのか。あげん、あまりにしょう。加藤大絶賛。お前の行い許すわけにはいかん。かつての教え子とこうして戦うことになる。今は思いに浸っとる場合じゃないぞ。分かっております。あんたは成長しきれていないち。ガキにガキや。その小さな存在をお前は倒すこと。無論だ。左遷国神に勝てる者などいない。長門、いし、あ、いた。先生、あなたには理解できない。ただの人であるあなたに。アゲン、ガマリンショー。アゲン、ガマリンショー。アゲン、ガマリンショー。ア
力を出し合わないよ、ジライアカモリ。痛みの先に幸せなどはない。やつを放っておくわけにはいかん。必ずここで撃つぞ。すべてをついとる。そこだ、力を出し惜しむなよ、ジライアちゃん。そこだ、痛みは世界を成長させた。俺がそうだったようにな。今です、お二方。くそ、現実か。やられたか。こんな現実を持ち合わせていたとは。長門、さよならだ。終わったの。一時はどうなることかと思ったが、なんとか乗り。こんな場所にお呼びしてすみませんでしたの。あとはゆっくり休んでください。わしも木の葉に戻って。油断はするなと、あんたから教わったはずだが、じら。な。丈夫か。がどういうことじゃ。ペインはまだいたというのか。さてと。ペイン陸道、ここに見参。